意識せざるを得ない本当に楽しそうな毎日を過ごしている私の唇もいつきくんあらいつきくんビビってるビ,ビってるハルトくんの欲しいものが才能あるものの中に集まっちゃってるもん アニメラクションです今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、芋さえいればいい第8話。見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。芋さイですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第8話ということで終盤に入っていくわけなんですけれども、前回、前々回とね、ハルトくん回みたいな形になりまして、もうアニメ化でかなり苦しんでしまったルトくんを慰めるために、前回は TRPG をやってもうやりたい放題やりました。そしてそんな中で、みやこちゃん矢印。 アルトくんは、みやこちゃんに矢印。でも、あの子好きにならないわけないよね、みたいな感じではあるわけなんですけれども。ただ、みやこちゃんは、いつきくんに矢印ということで、結構、複雑な矢印関係になりつつあるし、まあ、本当に、あとは、千尋千ちち,ちゃんと呼んだらいいのか、千尋くんと呼んだらいいのか、みたいなことになってるので、さあさあさあ、今回注目していこうと思います。それでは、見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、来いという情さえあればいい。 Let's go! なんか芋さえだけ妙に、この <laughs>、動画の <laughs> 音量がでかい気がするんだけど。いつも音量下げてる気がする。他がちっちゃいのかオッケーオッケー、行こう。さあ。もう好きになっちゃった。好きになっちゃった。好きになっちゃったの。 ねえ。いい子すぎる。好きにならないほうが無理だよ。そうよね。かわいいし。強っ。いつきくんが聞いたらちょっと。こんなん来たらもうちょっとびっくりしちゃうよ。 そうなるよね。そうなると。波紋を呼ぶことを理解してあげてください。けどこの感じだと、ハルトくん的には、みやこちゃんが、いつきラブだって気づいてないっぽいな。あんまり、みんなでいるときは出してない。 多分背景知らなくても、みやこちゃんなんとなくいつきくんのこと好きなんだろうなって僕は思うと思うんだけど。あんまりそこら辺、オープンじゃないというか、うまいこと隠してるっぽいね。なよちゃんの前だと。さあ、もう、君をちーちゃんと呼んだらいいのか、ちーくんと呼んだらいいのかわからないよ。まあ、義理の弟かっこ妹みたいな感じらしいです。 てなると、だからさ、わかんないけど、どうなんだろうね。なゆちゃんとさ、みやこちゃんとも結ばれずにワンチャン、あ、な、刺さりねえか。もし、なんかちひろちゃんと一緒にいるルートを選びそうな気がしないでもなかったりするし、でもなんかそこら辺はありそうだな、展開として。全くもってわかんないけど。 はがないももう覚えてないからな。どんな点が。でも結構いろんな人と付き合ったりしなかったっけどうだったっけレッツゴー。さあ、いないけどなんであなたが好きだからよ。気に無理だよ。マジかよ。強っ。 うんうーん <laughs> やばい頑張ろう諦めずに頑張ろうまだ底辺じゃない君はああそうね <laughs> う複雑だよねサプライズああ この部屋を使いたいんだそうねーうんあのすいませんあのちょっとすいませんあの聞いてすいませんとはいえうん <laughs> すごいあははははそれはそうねあの、カレー食べてる間にそんな話しないで。あら。ちょっとずれてる。あ,あ、ああ。 なんでカレー食べてるときにその話するのそれはそういえ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 そうねあらあそれはありかもしんない。 でもそうだよね。懐いてるよね、めちゃくちゃ。心開いてる。うん。まあ、そうね。あ、ね。妹属性、くわった。あ、いやははは、意識せざるを得ない。若干妹属性を感じている。 うん、うんい,ないるのかな好きな作家いつきくんだよいつきくんだよ あら。強いて言えばほんとに一緒に。これが伝わってると思ってないだろうな。うん。でもやっぱり自分の名前も挙げて欲しかったという気持ち。ちょっとずれてるのがちょっと面白いよね。<laughs> おおサプライズ うん。あら、可愛いいと思ってる。羨ましい。僕も撫でられたい。僕も撫でられたいと思ってます。あ、もう好きになってる。もう完全に目が、もうハート。 ひろくんちゃん、ほんとにすごいな。完璧がすぎる。まるで女子みたいだ。ほんとに楽しそうな毎日を過ごしているな。改めて言うと、楽しそうすぎない。いくらなんでも。こんな日が毎日続けばいいのにとしか思わない。あらあら、いいね。なんて言うんだっけ、あれ。 壺の中に入れてくやつ。手紙おあらあらなんておしゃれなあ,あ。 ああ、まあ、でもそれだけなんだ。編集部が欲しがるほどなんだ。まあ、それだけマイペースで仕事もしてるし、またお酒。うん。<laughs> 割とそうね、月並みな意見だけど、大体そうだよね。 30になっても言うと思う僕もうーんまあ歩幅は人それぞれだからなうんうーん ああらなるはずないうん〜んそうね。 <laughs> ちょっと言い方がね。うん。そうよね。そこよね。あんまり低層でくくらないでほしいなっていうところであるけど。まあでもそうです。ねえ。あらえい、いいですよ。 いいですよ。はい。今、見、見ますんで。はい。あー、えっ、ー、とー、3。あ、な。あああらあら。あははは私の唇もいつきくんのものよ。そういう風になるのはどうですかやばい。みんなのものになりつつある。いつきくんの唇が。 さて、ああ、小説。みさん物語。あ、そうかい。それは読んだことないって言ってなかったっけなえたちゃんの小説。筆を折りたくなるほど、とんでもない。あら ーさんが姫ってことね一ッ <laughs> <laughs> あらけど読んでしまうのあたしは吸い込まれるああ<ー>けれども引き込まれるんだ <laughs> 宇宙 どうどういうことど、ど、ど、えん？あ,あ,あそういうあ壮大…壮大なスケールの話うんうんなるほどぶったまげるぐらいな小説なんだ うーん。わあ、でも、ちょっと、また、自分の、ね、劣等感出ちゃいそうだね。さあ、ただ、こっから、いつきたちの人生に絡むのは、深い意味はないって。ちょっと今の、ちょっとお酒の説明、ちょっと、スレスレでした。僕の中では。うん。 んはいはいああ <laughs> 楽しくなっちゃった <laughs> そうねーここになって僕ハルトくん入ったらちょっと僕ナイトになっちゃうからゆりの間に挟まる男切り込み隊長になっちゃうから。 ねえでも、く君からアクション厳しいな。同じようなこと言ってるな。お遊園地あ、便利取材って言葉。ああ、なるほど。 ああ妹さて、うん、バチクソ混んでるなせっかくの作家だから平日に行けばよかったのではは <laughs> <laughs> あ忙しすぎたらそうなるのもわからんでもない。 すごいな楽しそうあんまり来ないああうんおおおおえなになにぐるぐる回ってるけどジョイポリスお あら、イスキックビビ,ビビってる、ビビってる、ヘイヘイ。あ,あ,あら、あらあら、言い方。でも、これはだって、もう、はると君のサポートだからね。もう、サポメに徹するしかない。 上下なんだあ、全部、縦なんだねあん二つの意味でドッキンドッキンレッツゴーさあいひ <laughs> おぉあ,あ,あ、最高です。小説家の語彙だあ、これが小説家の語彙だ うん。わー <laughs> 二人楽しんでるな。もうサポートは頭から抜けてます。あら。 楽しんでるないいねでもちょっとずつちょっとずつ距離も縮んですごい楽しそうな一日を。 わー、でもめちゃくちゃいい感じなのを、みやこちゃんは見ていると。あーん。ポンポンだ、矢印が、一方通行。矢印一方通行、どんどこどん。 かわいい。横側がかわいいな。うーん。そうなんだよ。なんか、いつきくんたちとばっかり遊んでるように見えて、結構、自分の生活もあるんだよね。 嗯，嗯。Mm. Mm. あーやっぱり周りが特別にどんどん見えてくるそうかでもいつきく君もそうだよね才能ある側なんだよねどっちかっていうとかわいい あ、好きになっちゃったんですけど。どうしたらいいですか君の瞳に永久就職したいんですけど。すいません、今すごいキモいこと言ったわ。あははなんやかんや。なんかこの二人もさ、サポートのようでめちゃめちゃ楽しんでるよね。 これ、なにこれ、絶、ああ、あの二人を見る目でもう、すべてが、分かってしまった。この瞳の作がやばいな。ああ、これは、 いやいやいやっていううんルト君してなとどうなるかだな まあそうなるね。もう脈がないことが分かっちゃってるし。そうね。残酷だと思うよ。ハルトくんの欲しいものが才能あるものの中に集まっちゃってるもんね。絶妙に切ないな。後味が。 そうだよね。かなり努力寄りの人間なんだもんね、ハルトくんは。才能だけでっていうよりかは。欲しいものが手元に集まらない感じ。別に必要ってほどでもないけど、あったら嬉しいよねってものはいくらでも集まってくるけど、本当に欲しいものが、なかなか手に取れないっていうのが、言っちゃうと秀才の辛いところだからな。 どの業界やどの分野においても。うーん。でも、ハルト君したやつ辛いよね。気づいてやれよっていう風にも思うよね。改めて。好きな人がこれだけ、いつきくんのこと思ってんのに、いつきくんは、気づいてないんだもんね。気づいてやってくれよって思っちゃうよなとは思うけど。うーん。でも、まだ整理ができてないんだろうな うーん切な目っすねかなりさてあらエロ漫画先生じゃんお なんかある全裸としたり <laughs> あのとんでもない回になりそうなことは分かりましたはいなるほどドゥ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 エセ芸術家ニューヨークに行くあパーティーゲームなんだへえ後ろの千尋ちゃんがかわいい OK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  <music> はいというわけで見終わったわけなんですけどいやー切ないっすね 切ないなぁ、かなり。ちょっと悲しいとまでは言わんけど、うん。ハルト君視点だと辛いなぁ。やっぱり才能ある人間に全てを持ってかれてしまうというのはとてもとても、 辛いものがあるところではありますよね。才能の残酷さっていうものを描写しているし、割とね、いつきくんがそれに打ちひしがれるだったり、才能にやられる側の人間であるっぽいんだけど、でも少なからず才能ゼロではないし、才能あるよりの人間だからこそ、さらにそんな人間にも、え押しやられてしまうような存在がいるという、この構造がとてもとても切ないですよね。あー。 別に欲してない人間に自分の欲しいものが集まってるこのやきもきとした感じはちょっとかなりきそうだな。うん。それでやっぱりメディアミックスが成功してしまって見てくださいよ、ハルトくん。俺はアニメが全然うまくいかないのになんでこの男は適当に生きて取材ばっかりしてるのにみたいな感じになりそう。僕だったらなってるね。うん。いくら友達といえども闇落ちも、まあ、やむなしという感じではあったりするんですけど。うーん。いやー、まあ、でも、 ここら辺もね、また別なところだよね。差ではあるよね。誰が誰を好きか。まあ、自分に対する行為ってあんまり気づかないものだから、みやこちゃんへからの思いっていうのはま、気づかなくても仕方ないかなって思うけど、今までの描写を見てもね、かなりみやこちゃんっていつきくんのこと好き寄りだったから、 うーん。それで多分させなかったのも、やっぱり、その感性の違いというか、観察眼的なものというか、世界の見方がやっぱりちょっと、やっぱり、ハルトくんは商業じみてる部分はあるんだろうな、っていう感じがあるよね、っていう雰囲気は。うーん。感じるかな。そういう描写なのか、自然とそうなっているのかはわからないけれども、そんなように僕は読み取ることもできるよね。うん。 かなりだって今までだって背景をしてたらまぁ宮子ちゃん好きやんってなるけど知らなくてもかなり宮子ちゃん好きだよいつきくんのことっていうところで。うん、だってあんまり興味のない男の家に出入りしたりしないからね普通に考えて一人暮らしのね。うん、ただの友達だからとはいえ。うん、それを考えたら、はるとくんはもうちょい早く傷を浅く済むことはできたのかなって思うけど、でもね、まあこうなってしまったからには仕方ないから、 ああ、でもありそうだな。でも、宮子ちゃんの思いに気づいてやれよ、天下はありそうだよね。かなりラブコメの様相をね、なしているようで、お互いに恋愛だ、恋愛だ、好きだ、嫌いだ、みたいなことは、ありそうなところであるけど、そこが主題じゃないからこその、このやきもきとした感じですよね。そこが主題だったら、もう存分に向き合うんだけど、そこじゃないわけじゃん。この作品の主題ってどっちかっていうとね。うん、書くことの難しさ、生みの苦しみとか、そういう部分にもフォーカスが当たってるからこそ、見てる側はね、いつここら辺気づいていくのかな、進展していくのかなっていうヤき 気も気を楽しんででいいく作品になってると思いますのでああ、いやいやいや、でも、やっぱり、ねやたちゃんはすごい小説家なんだね。こう見ると、やっぱり、あんまり本を読まない人にも読ませてしまうような出力があるっていうことだし、まあね、いつきくんもね、筆を折ろうかと、もう絶望した、俺は作家なんだぜ、すごいだぜ、天才なんだぜと思っていたいつきくんも、もうねやたちゃんのね、このファンだ、え、俺のファンか、みたいなことを言っていた相手に対しても、もう、あ、負けた、勝てねえ、みたいな感じになってしまってるくらいには、 食村っ気のある天才っていうのがこの世で一番恐ろしいですからね。ナヤタちゃんも多分そのキスだし、いつきくんはいつきくんでそっちの毛もあるしね。 うーん、いやー、なんか、ど、秀才には苦しい、苦しい、秀才には苦しい作品になりそうですね、これはね。うん。俺はどっちかっていうと、天才より秀才タイプだなって思っている人間ほど、かなり、はるとくんに感情移入して苦しむ展開になっていくんじゃないかっていうところだし。さあさあさあ、次回、エロ漫画先生が何かしら持ち込んでまいりました。何を持ち込んできたんですか大丈夫ですかうん。すごい不安になります。大丈夫ですか うん。本当にエロ漫画を持ち込んでいるのかもしれないっていうところでもうエロ漫画先生って呼んじゃってるんですけど、も、ま、う、あ、完全に声優も一緒だからいいでしょっていうところであるわけなんですけれども、まあ、妹愛が爆発して、これ、これ、出版していいのかなみたいな感じになっている可能性はある。うん。どうなんだろうね。解釈が強いのか、絵柄が強いのか、どうなのか。まあ、出版社的に NG な描写が結構多かったりするんじゃないですかね。書き足しちゃってんのかなはい。というわけで、いろいろ気になるところではあるわけなんですけれども、次回も楽しんでやっていこう。でも、 相当ねだから全裸を書きまくっているとかじゃない限りは多分ねないと思うんだよねでもそうじゃないと思うんだよねそれだったらだってもう編集がこれダメです出版できませんってなると思うけどこれ でとりあえず原作者さんに確認しますってなってるってことは一応通るんだよね通るんだけどこれいいのってなるような描写っていうことなのかなこれ作者さんの解釈と違うんじゃないっていうふうになってしまうような描写なのかなはいというわけで色々気になるところではありますけれども次回も楽しんでやっていきたい僕はなやたちゃんとみやこちゃんがくっついてもいいと思いますうん なえちゃん、みやちゃんがくっつく展開もありっていうところでありますね。はい、というわけで次回も楽しんでやっていこうと思いますので、次回も楽しんでやっていきましょう。すごい。小泉進次郎公文使っちゃった。はい、というわけで次回も楽しんでいこうと思います。以上、芋えでした。バイバイ。